海賊船から砲を入手できました。これでムーミンパパのボートを修理することができるはずです。これはサブクエストですね。この鏡を花馬に持っていけばクエストクリアできそうですが、全く気づいていませんでした。名作を入手しました。8枚以上持っていないとこの先物語が進まない場所があるらしいです。ムーミントロールを助けにムーミン谷に戻ります。早速公演版の家に突撃しましょう。東へと突き進んできました。
追い返されてしまいました。探し回ってみます。誰かいました。人助けをしてしまいました。たまには空を見上げてみるのも良いと思います。ただし今はムーミントロールが一大事なので、これでも急いでいます。また誰かいました。ちょうど人形を持っていたのですぐに解決してしまいました。というか井戸から出てくるとかホラーですよ。そういえばリトルミーとスナフキンの関係はイフ兄弟らしいです。それでやたらと絡まれていたのでしょうか。結局公演版の家がどこかというとここでした。
階段を上がっていけばよかったわけです。というわけで、ムーミントロールを救出するための作戦があるようです。
ムーミンママはリトルミーの扱いが上手ですね。ムーミンパパの名作を一定以上集めていたので脚本はクリアです。次回は残りの準備をしていきます。